韓国教育放送公社は、大韓民国のテレビラジオ経営の公営教育専門放送局である。本社は、軽軌道、かやし一三ト区。コールサインは、HLQL。キャッチフレーズは、未来を開く、知識チャンネル EBS。もともとは、韓国放送公社が、教育番組専門チャンネルとして1981年2月2日国内向けに、開局した。 KBS 第三テレビジョン、KBS 教育ラジオであったが、放送改革で KBS から分離、独立。1990年12月27日、韓国教育開発院の付設機関としてこの校舎が設立され、KBS から前述の両系統を移管して放送を開始した。現在は媒体を以下のように広げ、 世界有数の教育専門放送機関となっているが、2001年からは EBS1 と e b s キッズでコマーシャル放送も行っており、それ以外のテレビチャンネルとラジオ放送では実施されていない。受信料は70韓国ウォン。韓国教育放送公社の地上波テレビ放送とラジオ放送の創出は前日の名残で KBS が担当している。中継局が多いから、このには、 ソウルの中継局のみを掲載。その他のチャンネルは、KBS 各放送局の項を参照。ナム3局については、チャンネルリパッキングにより、アナログ放送終了後 K-46CH に変更されることが告示されている。なお、デジタルの親局は、感楽山。アイコニックスエンターテイメントが、自主的に制作したアニメーションの主力制作局となっている。 放送実績があるものとしては、下記の通り、それ以外、ありがとうございます。